2日間ね雨だったんですけども、今日はね昼から晴れてきましたね。ウゴのタケノコやらというものをね、取りに行きたいと思うんですね。いきなり発見しました。すでに大きくなってしまっていますが、取ることにします。2つ目を発見しましたね。今年はね裏年なんです。タケノコというのは隔年でね余計取れる年と、全然出ない年があるんですね。ですからまあなんか小さいなという感じがしますね。3つ目を発見しましたですね。これはちょっとまあまあの大きさかなということで、ちょっとここでですね私がどうやって掘っているかというですね、プロフェッショナルスキルを紹介いたします。これ坂なんですけど、坂の上り下りだけでも結構難しいです。スコップは1丁。これだけが私の道具で、崖から落ちると怖いんで、全体像はね、こんなになってますね。結構危ないことやってます。片手にカメラを持つというのが結構ね、見てお分かりのように、スコップ1丁で、この上に乗るんですよ。で、根っこからガボッとね、起こすってことなんですけど、ちょっとこれ、ほんと足が悪いんで、その私の必殺技を見せたいところなんですが、ちょっとビフォーアフターでごめんなさいね。やっぱり転がったりすると怖いんで、これを突き刺してやるってことです。肝心のね、ザクっていうところができなかったですけど、こっちでスコップを突き刺し、自分が乗って起こすっていう感じで、まあ、根っこを切るんですけど、まあ、そうですね、ちょっと斜めになっちゃいましたね。ですから食べれるところは少し減ったかなって感じですけど、このやり方ですと非常にね、早くできるので、能率がいいと、まあ、自分は思ってるんですね。ありましたですね。ここも非常に足場が悪いですね。坂になっていまして、転がり落ちる可能性が高いのですが、坂の山側にスコップを当ててこの上に乗るわけです。お分かりですかね。こんな感じでスコップを刺し、これは崖の下の方がこんなになってますね。こうやってカメラを持ちながらスコップの上に乗るというのは危険なので、やっぱここは一回ストップ。今、スコップの先が地面どうですか、20センチぐらい、入って、これを後ろ向きに倒すというね、やっぱちょっと苦しいですねこれはね。この物件はね、地面がちょっと緩かったもんですから、結構こう根っこごと浮かび上がっていたという感じですね。まあどの辺まで食べれるかって話ですけど、あんまり根っこは食べれないですね。やっぱね硬いんでね。結局ねこの物件はこちら側にカーブしてて、こちらの方に根でつながってですね、この根を切るっていうのがまあ結構大変みたいですね。そんなことやっとるとバキッと途中で折れることもあるんですね。まあ結局根っこから取るとこんな感じになるんですけども、この辺はね多分硬くて食べれないですね。この辺がまあギリギリでしょうね。この辺から切って実質中身で食べれるのはまあこの辺っていうね、真ん中辺ってことですね。この5本の葉っぱですね、僕はこれコシアブラだと思うんですけど、もどきかもしれませんが多分コシアブラで、ということはもう野生ではもうコシアブラは開いてるってことですね。これもなんとなくコシアブラっぽい気がしますね。この辺もうちょっと若い芽ですけどね、そういうものを天ぷらにするとねいいって言いますね。これね美味しいものですよ。これが先週私がね、先週じゃないな、かなり前に接ぎ木用に伐採したもんですけど、まだ芽がね出ますよね。まあ、とりあえず枯れずにね、伸びておりますね。全部で3本ですかね。どっかで1つぐらい落としたかもしれませんけど、まあやはり今年は裏年ですね。先ほどまでね天気良かったですけど曇ってきました。これは砂防ダムのまあ進捗具合ですね。山のね新緑が綺麗ですね。
ここからはね、ちょっとまあ最近の時事的ニュース元にまた私が貧乏論を展開しますから、不快に思われる方はこの先を見ないでください。山といえば御巣鷹山ですね。いきなりここでね、航空機もしくはヘリコプターの墜落というところに話を持ってきたかったわけですね。沖縄で、自衛隊の幹部8人を乗せたヘリが墜落したという話ですね。ヘリが落ちたんですが、どこ行ったかわからないというマスコミのニュースでしたが、地元民の人たちがね、ちゃんと撮った写真がもうネット上に出てますね。何を隠したいのかということなんですよ。そういうことでね、山といえば御巣鷹山なんですね。 YouTube ファンの皆さんは日航機、ね、JAL123 便で検索してください。あの30年ぐらい前の事件だったと思いますけど、もっとかな、35年ぐらい前ですかね。御巣鷹山に日航機が墜落して、どこ行ったかわからん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 って2日ぐらい大騒ぎしたんですけど、地元の人はもうあそこに落ちとるやんって言ってるんですね。そこへ、救助に行こうと思っても非常線が張られてしまって中入れないという状態が2日ぐらい続いてということですね。その話はね、地元の人たちもね、低空飛行してきた JAL のジャンボがね、下からミサイルで撃たれて半分に折れて火を吹いて落ちたみたいなね、証言があるんですけど、そういうことを喋った人はね、なんか家に脅迫電話がかかってきて、お前それ以上喋ったら殺すぞ、コラーみたいなね、電話がかかってくると。あそこの部落に住んでいる人たちはその後ね、あの飛行機が墜落した事件については、喫茶店でも寄り合いでも喋ることができなくなっちゃったんですね。なぜかと、そういう話題を口に出すとまた家に脅迫電話がかかってきて、お前これ以上喋ると殺すぞということなんですね。ですから村の中にもそういう CIA のスパイといいますか密告者が存在するということですよね。私が何が言いたいかと言いますと、マスコミの闇はね、世界の闇ということで、彼らは自分たちのスポンサーである支配者層にとって都合のいいことは話します。しかし、都合の悪いことは一切話しません。煙に巻きますので、今回のヘリコプターが落ちた事件もとても怪しいということなんですね。で、そんなね、怪しい最中にですね、何か中国の空母がね、あの辺をうろうろしているとか、台湾が何かこうね、怪しいとか言ってますが、何が言いたいんだっていうことなんですけど、マスコミがニュースを作りに来ていると思います。私は不安を煽るつもりは一切ありません。日本国は安全だと思いますけども、ただこのね、貧乏論者界隈の間ではもうね、なんて言いますかね、この世界は悪の支配者対地球防衛軍と言われるアライアンスですね、軍の特殊部隊との戦いが水面下で行われていると。そして実は勝利は近いと言われているんですね。もちろん正義の方が勝つということです。ですから、この先ね、ちょっとガタガタすることはあるかもしれないけど、必ず平和な、ね、良い世の中がやってくると。悪い奴らがみんな、ね、逮捕されて、平和な社会がやってくるというふうに思ってますんで、最悪起こりそうなことはね、何か戦争起きたから戒厳令だみたいな感じで皆さん家の中におってねっていうことで、軍隊がですね、悪い奴らを捕まえるみたいな、そういう噂は出回ってるんですけど、そうやって言いますとね、またマスコミが SNS 上で貧乏論を展開してるやつがいるから気をつけてくださいっていうね、そういうニュースをまた朝から流しているんですね。ですからね、私はこう時々ね、この貧乏論を自分の動画の中に入れるんですけど、くれぐれも申し上げますが、YouTube ファンの皆様ならばお分かりとは思いますけどもね、大手メディアが流す情報と、それぞれの個人がね、現場で見たよっていう、そういった見解に差があると、そういう状況が長く続いてますね。私は真実は一つだと思っています。そしてそれがね、何であるかを確かめるのはね、それぞれの皆様のご判断ということになるわけですね。
私はそのね、何回でも言いますけど、まあ、イーロン・マスクがね、貧乏論はもはや貧乏論ではないと、真実が多分に含まれていると言ったんですが、イーロン・マスクが言ったからそうというわけじゃなくって、イーロン・マスクが言おうが誰が言おうがね、あの日航機の墜落事件はおかしいと、もしくは宮古島で落ちたヘリコプターになぜ幹部が8人も乗っているのか、本来幹部クラスの人間というのは一つのヘリコプターに一人しか乗れないんですね。それが決まりのはずです。指揮官がいっぺんにいなくなっちゃったらね、あの軍は機能しませんから、まあ、何が起こっているんだということなんですよね。まあ、こういったね、問題提起の形でね、本日は終了いたします。以上でございます。